では子供でも携帯電話を持つ世の中、そこで今日の問題、一世帯が使うインターネットのスマホ、携帯電話、通信通話料金は、今回答えてくれるのは立命館大学アナリスト&ラベリングサークルクリッパーです。これまで日本の携帯電話市場は大手3社と呼ばれた NTT ドコモ、ソフトバンク、au の3社でシェア 90% を占めていました。しかし格安スマホに加え、今年楽天やライオン